はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ツッチーとタックンです。はい、今回はですね、30ヤード以内のグリーン周りのアプローチの、基礎ですね。基礎編についてお話ししていこうと思います。こういったシチュエーションですね。グリーン周りとグリーン周りのシチュエーションで。構えから。ピッチエンドランだね。ピッチエンドラン。そう。ピッチエンドランのある程度の高さを出して、ある程度のランを出す。その打ち方、構え方を今から説明したいと思います。はい、タックに構えてもらおうかな。どうぞ。構え、構えてもらって、そうそうそう、こうやって構えた時に左足かかと先祖、ここにボールが来るようにセットしてください。ここ、これが右にも左にもならない、特にボールを右側に置かないこと。そうすると、ハンドファーストになってしまって、リーディングエッジがこのように立った状態になります。これだと地面を刺さりやすくなってしまうので、左足かかと線上をセット。よく言うのが、オープンの方がいい。オープンはオープンでも、オープンでも、極端に左足を引いたオープンスタンスは良くない。良くない。しっかり、膝とつま先の向きはまっすぐ、まっすぐ。こっちのライン、最初にこうやってまっすぐした状態からかかとを中心に動かす。だからつま先のラインはまっすぐなんです。なるほど。これを左足引く人が結構多いんですよね。多少引くならいいんだけど、引きすぎるとどういうスイングをするかって、体が左を向いた状態でまっすぐを出すから。なるほど。そう、あとなんかそのアドレスでめちゃくちゃシャンクする人多いですね。めっちゃ左足引く人ってシャンクするんですよね。右足まで出ちゃうから、そうなんですよ、めちゃくちゃ多い。ここやっぱ気をつけてシンプルに動かしたよね。こうやってバックスイング上げると前に出すってことはインサイドにこうやって振る人も多くなっちゃうから、から軌道も狂いやすい。今後ろから見たら分かるね。こういうスイングを使う。ってことは左足かかと内側の線上に置くってことは、ヘッドの最下点がボールの真下、真下ってことね。ってことはよくある右足かかとにダフらないように構えている人っていうのは初速ドーンっていっちゃいますよね。確かに低く転がるけど。そうですよね。ただバンスを使うってことがすごいだ。なるほど。この山、こんなんだったら使えるこれ。じゃあ、あとよく質問されるのは、一番ミスが少ない体重配分。もう左一軸だよ。左一軸。あ、大体だったら64、左6の右4。まあ、7-3 ぐらい。7-3ぐらい。通常だったら。なるほど。それぐらいが一番ミス少ない。体重移動って30ヤードのこのピッチエンドランはするんですか？左から左にするなら。ああ、なるほど。右、左はなし。なしですね。左にあったものが打った後にまた左に乗って1本で立てるぐらいだったら OK。OK。できるだけ体重移動を少なくアプローチはしたい。まあ、そのためにも、ボールの位置もそうだし、スタンス幅は1足分かな。1足分ですよね。1足分で、1足分で構えて、まあちっちゃくても半足分、半足分、これよりは広くならないにしてほしいと思います。今日は肩のラインとか、肩のラインはもうこれはもう完璧。スクエア。つま先を11時の方向にこうやって向けたとしても、肩のラインは目標ごとスクエアですよね。目標ごとスクエア、ここに来るように。これも一緒になって左向いたら打った方が絶対左に行きます、ね、そう。あと左に体重配分にすると、右目の真下がクラブの最下点だって思ってください。こうやって構えて、右目の真下に左足かかと線上のこのラインに右目の真下が来る。ここに来たら、そうここに来るってことですね。このラインに来る。そのラインに来る。これはあのアプローチでダフる人っていうのは、こういう最初からこういう状態でボールを見るから最下点が右、右足の
バットつま先の前に来ちゃうっていうのがダフる人です、ね、そうそうそう、ここそこさえ気をつけてれば大体ダフらない、ダフらない。で、上からボールを見た時のアドレスの見え方、こんな感じ。ボールの位置も左足かかと線上、手の位置は左の付け根の、まあ内側だよね、太ももの内側だよね、ボールの内側。そうで、右目の真下がボールに来る。そう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 、こういう状態。で、体重は7、体重は7、7、3で、7、3は6、4しかり。ナイスアプローチ、いいね。これが結構基本ですもんね。これが基本、いろいろ変化するして打つこともありますけど、ダフる人、シャンクする人、トップする人、悩んでる人はまずアドレスの基礎から、ピッチエンドランですね、確認してみてください。それではまた次回お楽しみに。バイバイ、バイバイ。